上手に話しかける方法。 GS4003 30歳男性、上手に話しかける方法はありますか？自分は話しかけるとき嫌われたくない気持ちや相手の顔色や話す話題、雑談に困ってしまい、なかなか思うようにいきません。先生の場合、たくさん人と出会う回数が多いと思うので、どうやって話しかけるよう心がけていますか？経験値などを踏まえて教えてください。上手に話しかける方法ね、基本ないですないっていうか、まあ、カバサワ的にはないですね。私はカバサワ的にはあんまり人に話しかけないのでねそもそもですね、上手に話しかけようとか、皆さん何でも上手にやろうとするんですね。上手にやろうとする必要はないです。下手でもいいからやればいいのでね。基本的に皆さん上手にやろうとかうまくやろうとか言って、結局行動しないので、やらないのでゼロなんですね。下手でもいいからやる人は10の結果が得られます。めっちゃ上手にやる人は70か80の結果が得られるかもしれないけど、いきなり100の結果が得られることはないです。だから上手にやろうと思うと60点の結果が出るから、皆さんそれを目指そうとするんだけど、結局敷居が高くなってやらないので、皆さんは0点です。適当でいいので、とにかく行動する人は10か20の結果が出るので、下手くそでもいいから行動した方が勝ちですね。例えばなんか告白するとかね、好きな人に告白する、でも振られたらやだわ、なんか上手に告白する方法ないのかしら、ネットでいろいろ調べてみました、でもあんまりないみたいだから、やっぱり告白するのやめたって言ったら、それって何もしてないのと同じですよね。上手にやろうと思えば思うほど行動できなくなって、結果として行動しないっていうことになってしまって、行動しない人は何の成果も得られないから0点ということになってしまうから、そもそも上手にやろうとすればするほど上手にできなくなってくるというこのジレンマ、これをまず理解すべきでしょうね。全て同じですよ。ぼちぼちやっていけばいいし、やりながら上達していけばいいので、下手でもいいからやり始めるっていうのが、究極的に上手にいろいろアウトプットできるようになる一番のコツですね。皆様は何もしない、だからいつまでも0点、高い目標を設定すればするほど行動できなくなってくるから、いつまでも0点、また目標もいらないなんだと、やればいいんだよね、だから Do it って言葉が私好きなんだけど、それやれよと。なので上手に話しかける方法を教えてくださいって言っても、下手でいいからやれよっていうのが一番の答えで、とりあえずやってみたら、いやうまくいかなかったわ、じゃあどこうまくいかなかったの、こういうところだよ、緊張して話せなかったから、じゃあ緊張しないにはどうしたらいいのって言って、フィードバックが初めて生まれてきますよね。何一つ行動しない人に、何一つ話しかけたことのない人に、上手に話しかける方法を教えてくださいって言われても、もう教えられないですね。それがあなたがどのぐらいのレベルで話しかけられるのかも分からないし、どのぐらいの会話力があるのか、どのぐらいのコミュニケーション力があるのかも分からないわけだから、教えようがないですよね、それをね。上手にやる方法っていうのを、だからやってみて自分でフィードバックして、このぐらいできたんですけど、じゃあどっか改善点はありませんかって言われたら、そうやったらこういうのを直してった方がいいよっていうのがね、初めて出てくるので、まず下手でもいいからやってみるべきでしょうね。嫌われたらいいと思うんですよね。嫌われたらどうしようっていう人はね、なんで100回ぐらい嫌われたらいいと思って、100回嫌われたら101回目の人にもし好かれるようになれれば、それは非常に素晴らしいと思いますね。だから皆さん、嫌われたらどうしようって言って一歩も前に出れない、だからいつまでも経験値が増えない、経験値が増えないからいつまでも上達しない、いつまでもコミュニケーションベタ、いつまでも自己肯定感も上がらない、いつまでも現実が変わらないって言って、もう悪循環でしかないので、下手でいいからやるってことが全ての行動の指針ですよね。世の中 99% の人はやらないんですよ、おそらく。こういうのやれよって言っても、逆に言うと Do it で、それじゃあやってみますって言ってやる人が、間違いなく結果を残す人であり、成功する人であり、経験値をどんどん積み重ねていくので、自己成長する人っていうことだよね。なんか下手でもいいからまずやってみる、嫌われてもいいからまず話しかけてみる、話しかけてみて失敗したらフィードバックして、次今よりもちょっとだけでも上達できれば、それで十分じゃないかなというふうに思います。皆さんは最初からとにかく成功しようとするんですね。そんなことできるはずないじゃないですか。不可能なんですよ。皆さんは不可能な目標を立ててるんですよ。不可能な目標を立ててるからうまくいかないんですよね。不可能な目標を立てるから行動できないんですよね。不可能な目標を立ててるからいつまでも成長しないんですよね。だから目標とかは立てなくてもいいし、上手にやる必要もないので、とりあえずやってから考えるっていうね、ことがいいと思います。でもやってみると意外とうまくいったりもするんですよ。これがね、下手でもいいからとりあえずやってみようとかね。あと一生懸命やってる人は誠意が伝わるので、下手だけど気持ちがわかるわとか、あと情熱とか熱意っていうのも伝わるし、一生懸命な人っていうのも伝わるし、あるいはなんかそういう誠実な人とかね、そういうのも伝わるかもしれない。だからあんまりあれこれ考えて、こう戦略的にやったり、何かを装ったり、本
一生懸命たくさん読んで、こうでこうこうでこうだからこうやろうって言ってやっても、やってる人がそういうふうに勉強して改善していくのはものすごくいい人なんだけど、一度も経験したことがない人が100冊本を読んで、じゃあ一発目でうまくいって成功するかったら成功するはずないじゃないですか。そんなのなんかあんま頭でっかちになってもしょうがないので、行動しながら動きながらアウトプットしながらフィードバックの回数、インプットアウトプットフィードバックの回数を回していくってことがいいことですね。結果として最初は下手でも上手にアウトプットできるようになる、上手に話しかけることもできるっていうことです。今の話っていうのが、私の19歳までに手に入れるなタッツの武器にも書いてあるけども、つながる力っていうのはコミュニケーション力かける勇気っていうのが紹介されています。なんで上手とか下手です、コミュニケーション力っていうのはね。だからコミュニケーションもっと取りましょうよって言ったら、必ず皆さん、私コミュニケーション下手なんで嫌われたら困るんで無理ですっておっしゃるから、そうじゃなくて勇気が重要なんですね。下手でいいからやれっていうのが勇気ですね。なので別にコミュニケーションが上手でも下手でもいいんです。大体世の中の 80% 以上の人はコミュニケーションが下手なわけだから、あなたはかなり上位なんですよね。コミュニケーションが下手ですっていう人は平均ぐらいにコミュニケーション力を持ってるので、世の中の大部分の人はコミュニケーションが下手なのでね、はい、なので全然やっていけばいいということが、勇気だけが必要ですね、皆様には。なんか勇気持って思い切ってやってほしいなということでございます。ということで、上手に話しかける必要はないっていうね、やりながら考えていきましょうということになります。スラスラと話せるようになる方法。ミニマリスト高円寺陽さん、樺沢先生はライブとかでなぜそこまでスラスラ話せるのですか。こういうふうにスラスラペラペラと話せるということでございますけども、前どっかで言ったことを言ってるだけです。あるいは前本に書いたことを言ってるだけです。あと前 YouTube で言ったことを言ってるだけです。なので30年間も精神科医をやってますから、いろんなことを言ってるし、いろんなことをアウトプットしてるということですね。アウトプットすると記憶に残ります。私のインプット大全っていう本に書いてるんだけど、脳内情報図書館を作ろうっていうことを書いてあります。これすごく重要なので、ぜひインプット大全一番最後の方に書いてあるんだけども、脳の中でつまり情報がごちゃ混ぜになってるんじゃなく、整理された状態で入ってるってことなんですね。だから皆さん本読んでもその内容をアウトプットしませんけど、本読んでアウトプットして、この本にはこういうことが書かれてました、この本のここが役に立します、この本はここを実行したいと思いますのようにですね、アウトプットして整理されると、整理された状態で脳に記憶できるんですね。だから私今カバチャンネルで4000本過去動画が上がってますね。あと私の本が40冊今まで出てます。それぞれに100個ぐらいの質問に答えているとすると、それだけで4000個ですから、だいたい1万個ぐらいの質問に対して頭の中で全部整理されて、言われた瞬間に答えれるようになると。だから皆様方からどんな質問が来ても、だいたい 0.1 秒から1秒ぐらいの間でお答えすることができますね。なのでそれはアウトプットしてるからです。アウトプットしてるってことと整理されてるってことが重要なんですね。整理するためにアウトプットすると言ってもいいでしょう。話すアウトプットよりも書くアウトプットの方が重要なので、私あとメルマガも書いてますね。メルマガも15年ぐらい毎日書いてますので、 15×300 で7000通ぐらい書いてます。そこでも整理されますよね。だからアウトプットして情報を整理して、それを脳に記憶しておくってプロセスが重要なんです。話が上手いとか下手とか関係ないですね。ちゃんと整理されてなければ、どれだけ話が饒舌な人もこういうふうに論理立てて言うことはできませんから、今言ってる内容のものがそのまま頭に分類されて全部整理されて入っているので、引き出しを開けてファイルを取り出して、それを読み上げているような感覚で皆様にお伝えしているということになるんですね。ということで、基本的な上手に話す方法の奥義としては、アウトプットしているということです。いろいろな皆様の気づきや日々の学びというものをちゃんとアウトプットしているかということが問われるわけです。何度もアウトプットしていること、例えば今まで10回話していることを同じ質問を聞かれたら答えれますよね、皆さん。おそらくね、そういうことです。なのでアウトプットしない人は質問されても答えることはできないし、っていうことで終わってしまうわけだから、とにかくアウトプットをした方がいいです。皆様方が記憶をしたいこと、覚えておきたいこと、身につけたいことをアウトプットすればいいんです。なのでこうやって動画を見てる最中に、あ、そうなんだ、アウトプットすると記憶に残るんだとか、アウトプットすると整理されるんだと思ったら、そういうふうにここにチャット欄に書けば、それでアウトプットしてるんですよね。ただなんとなくふむふむ役に立ったわっていう人は、明日になったら全部忘れてるということになるので、ここに書き込みながら聞くというのはいいことですし、書き込んだらコピペしといてね、メモ帳みたいなとことか付箋紙、デジタル付箋紙みたいなのに貼り付けておくと、さらに自分の記録にもなるので、とてもいいと思いますね。ということで、饒舌に話したい人は普段からアウトプットを一生懸命やろう、習慣化しよう、記憶に残したいことをとにかくまずアウトプットしよう、話す、書く、行動する、チャット欄にこうやって書く、メモ欄に書く、手帳に書く、簡単ですね。5秒か10秒あればできるわけだから、それをやる人とやらない人で、それが何ヶ月何年経つと、すごいアウトプットが上手な人、話が上手な人、文
文章が上手な人と人前で何も話せない人が出来上がるわけね。今このチャット欄に何がしこのことを書いてる人はアウトプットのトレーニングをしてる人だから、伝えるのが上手な人、話が上手な人、書くのが上手な人になっていきますし、ただ黙って見てる人はいつまでたっても成長しない人になってしまうということで、やっぱりアウトプットっていうのが大切ですよねということです。はい、樺沢の著書アウトプット大全、アウトプットの基本と何をすべきか全部書いてありますのでね、アウトプット力を伸ばしたい人はぜひお読みください。精神科医樺沢志音のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。コミュニケーション力を簡単に深めることができる3つの方法。質問いただきました。 YH さん、相手が伝えたいことを理解するために気をつけるポイントはありますか？相手に何かを伝えたいとか、自分のことを理解してほしいってことは、皆さんほとんどの人が思っているコミュニケーションの基本であり、他の人と話したり友人や家族と話していることにおいても、自分の気持ちや自分の意見を伝えたいがためにコミュニケーションを取るわけですから、よりよく伝わり、よりよく理解された方がいいですよね。そのために気をつけるポイントですけども、相手はその話を理解しているのかということを常に問うということが大切ですね。私のよくある話はね、初心の患者さんにね、初めて病院に来た患者さんに、一番最後に、あなたの診断はこうこうこうで、こういう薬を出しますから、毎日寝る前に2錠飲んでくださいねみたいな説明を5分か10分するんで、患者さんに聞きます。今言ったことをちょっと覚えてる範囲でいいんで言ってみてくださいって言ったら、ほとんどの患者さんが無言になっちゃうんですね。いや、10分も説明したに何も覚えてないのかよって話になっちゃうんですけども、なので私は必ず診察の時は 100% 患者さんには強制的にメモを取ってもらって、今これから言うことを書いてくださいっていう風にして、それを読んでもらうようにすると、今度 100% 全員が言えるようになりました。だってメモに書いたの読むだけだからね。ということで、実は私たちが思っていることはほとんど相手には伝わってないっていうのが原則です。それを私のインプット大全って本ではザル聞きって言葉で表したんですけど、情報っていうのは右から入って左に抜けていくんですね。よっぽど関心があったり、注意のアンテナが立っていたり、ここ知りたいっていうふうに思った時はそこがインプットされるんですが、わーって相手が話している最中、その全ての情報を覚えてるってことは不可能なんです、人間におきましては。なので、それメモとか取りながら聞けば可能になるんですけども、何もしないで10分間相手の話を聞いて、今言ったことを一字一句再現できる人はいないし、要点をまとめてでも言える人はかなり少ないと思うんですね。だから皆さんが相手といろいろ話してるけども、全部 100% 理解されてるってことはないんですね。なので、要所要所確認しながら聞くとか、本当に理解してるのとか、あるいは質問しながら聞くとか、さっき言ったようにちょっと復唱っていうか反復してもらうとか、あと逆に相手の話を聞くときは、オウム返しっていうのが心理学の傾聴テクニックであるんですけど、私仕事に行くのが辛いんですって患者さんが言ったら、仕事に行くのが辛いんですね、あるいは仕事が行くのが辛いんですね、どうしてっていうようなことで、相手のことをとりあえずオウム返しをして、また質問をしたり続きを聞くっていう心理テクニックがあるんです。これはとても意味があります。なぜかというと、相手が言ったことを繰り返して言ってるということは、少なくともその人はその言葉を聞いて、今脳の中にその言葉の断片が残っていて、今言葉に言っていて、それがアウトプットによってさらに強化されてるってことなんで、理解して短時間でも記憶されてるってことが証明されてるからですね。だからオウム返しで復唱することによって、相手は安心し、相手はあなたのことを、あ、この人私のことを話を聞いてくれてるんだ、あなたのことを理解してくれてるんだっていうことが相手に伝わるわけです。ということで、相手が自分のことを理解してるかってことを考えるっていうのが一つ、そしてオウム返しで今度は相手が言ってることを自分は理解してますよってことを相手に示すっていう、キャッチボールですね。基本的にさっき言ったザル聞きっていうのが起こりやすい。ただ黙ってこうやって聞いてる人っていうのは意外と聞いてないもんだよっていうことを前提と、そこをまず知ってほしいということですね。この3つのポイントということを知ってるだけでも、だからよく飲み会とかで1人で5分も10分も話してる人がいますけど、そんな話誰も聞いちゃいないんですよねということで、キャッチボールなので、コミュニケーションっていうのは、相手が分かってるか分かってないか、あるいはちょっと質問しながら、あるいはオウム返しをしながら、キャッチボールでボールを投げたのが返ってきてるっていうことがあって、次のボールを投げないと、一方的にただ話してるだけ、何の理解もされない。コミュニケーションは双方向性、お互いのキャッチボールして戻ってきてまた投げるのがコミュニケーションなので、このコミュニケーションキャッチボールですよ、相手のボールが返ってきてますかってことを考えながら、ちょっとお話しするだけでも全然コミュニケーションが深まるということが言えると思いますね。